おーし、ワンパン。うわ、またワンパン。コメント選手権開催。今回の動画の感想とお題の答えをコメントに書いてね。良いコメントは動画で採用させていただきます。今日のお題は、週末の楽しみは何ですか？たくさんのコメントお待ちしております。皆さんこんにちは、ジャンピングー。はい、今日はですね、昨日の夜に帰ってきたエアストライク、フリントノックピストル、そしてハンティングライフルを使ってですね、なるべくいいところまで行きたいなと思います。さあ、とりあえず宝箱いっぱい開けなきゃいけないと思いますんで、コマンドキャバーンにやってきました。敵さんいるかな。おお、すごい。けどいらない、全然ないんですけど。あ、来た、フリントノック来ました。どうしよう、こんな感じ。フリントノック私苦手なので、このジェットパック取るようにしましょう。ハンティングライフルもありました。どうする、こういう構成するかやばい。あ、でもこれで万が一こうバーンってやっても落下ダメージ気にしなくていいんですもんね。ああ、いや、ストライクもあった。うわ、ちょっと待って。こういうことになるよ。こんなん勝てるわけないじゃん。ちょっとアップグレードしに行こう。アップグレードしましょうよ。あ、フリントノックアップグレードできないの？ああ、ハンティングも無理だ。でも、青のハンティングあるじゃんね。どういうこと？あの後ここに緑のフリントノックあるじゃん。どういうことですか。残念、なんか残念。インゴットめっちゃあるからアップグレードしたかったのにな。金にできるもんならしたかったのに。よくよく考えたら、このフリントノックもハンティングライフルも一発武器ですね。一発武器タイマンがまたできそう。おお、オッケー。でも4。おお、強いな、フリントノック。おい、倒した。素晴らしい。すげえ。はい、それではこの辺りでコメント選手権の採用コメントを読んでいきたいなと思います。昨日の動画のお題はですね、フォートナイトで次のシーズンに期待することは何ということでございました。まず YouTube にいただきました寺山さんですね。お父ちゃん、やっぱりサブマシンガンのエイムとてもいいですね。次のシーズンに期待することは新しい武器やスキンがたくさん出ることです。新シーズンが始まるとアップデートの時からワクワクします。これからも動画投稿頑張ってください。ありがとうございます。そうだね、復活武器じゃなくて新しい武器っていうのがね、登場してほしいですよね。確かにね、スキンもそうだけどね。はい、続いてこちら LINE にいただきましたゆきとさんですね。お父ちゃん、サブマ一つでナイスビクロイ、これもそのくらいエイムが良くなることを願います。僕そんなにエイムがいい方ではないと思うけどね。
次のシーズンで期待することは無理っていう方があると思うけど、プレパが戻ってきてくれることを期待しています。理由はプレパはほぼ全部の試合で行った場所でお気に入りだからです。プレザントパークね、プレパってね。プレザントパークはまあでもチャプター1にもあった街だからね、チャプター1チャプター2であった街だから戻ってこなくもないと思うけど。最後にこちらも LINE にいただきました、ソラバナちゃんさんですね。毎日投稿お疲れ様です。お父ちゃんナイスビクロイ SMG 強し。自分は日本のゲームとのコラボを期待します。任天堂のゲーム、スプラやマリオなどのミシックなどが出てきたら面白いと思います。体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。あ、確かにスプラトゥーンのミシックとかね、マリオのパンチとかあると面白いかもしれないですね。そういうゲーミングコラボがあると確かに面白いかもしれないですね。おインファントリーエピック、マジで。はい、ということで私がですね、フォートナイトで次のシーズンに期待することはもうこれ間違いなくなんですけれども、スターウォーズコラボシーズンっていうのをすごく期待してます。ダースベイダーが来るという噂もありますんで、おっ、行かないかな。おい、とはい、ということで今日の動画のお題はですね、週末の楽しみは何ですかということで、平日はね皆さん学校かもしくは会社に行ってらっしゃると思いますけれども、週末は、ね、何を楽しみにしてますかということで、たくさんコメントお待ちしております。よし、さあこれを投げる。オッケー。わ、オーバーキル、オーバーキル。オッケー。よーし、ワンパン。うわ、またワンパン。やった、 OK、 やっぱ
おっしゃー、やったー、やりました。いや、というか、いやー、ハンティング使わなかったね。ハンティング使わずにビクロイでございました。いや、でも何試合かやった感じだとやっぱフリントノックめっちゃ強いですね。ハンティングよりもフリントノックの方が強いかなという感じがしましたね。はい、ということで今日の動画が面白かったなと、お父ちゃん頑張ったなと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。